態度悪いな。手出してる。さすがにちょっとさすがにちょっとやられすぎてるんで、ちょっと僕発散できないんで。もうやめよ。もうやめよ喧嘩。やめましょうよ。やめよって喧嘩やぞ。やめて。それで5万。この番組は企業とタイアップして商品やサービスを全力で PR。人が生まれて死ぬまで約79万時間、そのうち約3分の1、25万時間を人は布団またはベッドの上で過ごすと言われています。そんな私たちの睡眠を支えてくれる昭和西川、そんな昭和西川にはどんなミステリーが隠されてるんですか。覚えてきたんだ。それでは参りましょう。ミステリーハンターや。世界不思議発見。違うだろお前それ。なんだお前ガッツだよお前。そんなスッと行かしてくださいよ。わーだろお前。わーはお願いしますから。わーはお願いします。この後行きづらいわ。この後わーお願いしますからね。ずっと練習してると思ったらそれやったんだよ。言うな言うなよ。さあというわけで始まりました、ガッツ 100% テレビ、シュガーレムシーひらめきマックス。やーやーやーどうだ。叩きつけられてもすっごい柔らかい。そうなんだよ。西川ったらどうだ。寝ちゃう。山田さんどうですか。いや誰に聞いたよ。それではここでクエスチョンです。それでは早速ガッツ芸人に登場していただきましょう。まずはこの方。西川だったらどこでも寝るわ。おやすみなさい。寝るとこじゃないです。昭和西川さんの床寝るとこじゃないです。西川の空気がもう寝る、寝やすい。寝りって言ってますけど、どっちの感じが。お願いします。山田さんです。お願いします。お願いいたします。もういきなりオーバーオール壊すガッツ。はい、壊しました。ありがとうございます。では続いてはこの方。あ、ちょっと刺身食べたいんだけど、醤油どこかな。醤油、醤油どこかな。醤油どこかな。醤油どこかな。昭和西川。結構遠いです。結構遠いです。ならぬ、ちょっと起きろってお前。ちょっと寝やすいですけど、確かに寝やすいですけど。それではここでクエスチョンです。クエスチョンじゃないよ本当に。そういう番組じゃないんですよ。ふざけてんな。全員寝やすいんで。よいしょーい。しゃあ行こうや。なんで全員寝静まってからクエスチョン行こう。続いてはこの方。よーし。あれじゃないんだよ。そんなじゃないから。どうしました。ちょっとダメだわ。ちょっとごめん。どうしました。最近いろんな現場で、はい、良くないもん見ちゃって、まあ自爆霊とかそういうやつ。あ、でもそんな感じないじゃん。だから大丈夫だと思うわ。景気づけに歌いながら行くから。はい、ああ、大丈夫大丈夫。OK OK OK。ミスターマクドの肌ファン、イエーイ、オーマイガー。何見たんですか。何ですか。何を見たんですか。床が落ちなかったらこんなことになるんですよ。床大事だな。落ちろバーンってなったらいいんですけど。ちょっと考えてくれませんかね。頼むよ本当に。小垣さんでございます。小垣さん、すごい。もうね、この登場の仕方、はい、もう寝たいです。そして最後はこの方。どうも。いや、細かすぎて伝わらないものまでの小垣さんの姿勢を見ておいてください。小垣さん姿勢。いきますよ。テケテケテンテテンテテン。ハリウッド映画より胸張ってね。RG さんだけあの番組の見方違うんですよ。芸人の出方とか。え、細かすぎて伝わらないものまでの江原正弘の出てき方みたい。見たい。見たいちゃ見たいです。まずそっちからじゃないですか。小垣よりは。デケデケデデデデデ。出てきはるけど。余裕ある。出てきはるけど。ちょっと長い。自信もある。出てきはるわ。あれ以降江原さんが毎回登場緊張してはるんですよ。そうそうそう。というわけでレザーラマー RG さんです。今日は今日は今日はすごい方来ていただきました。ありがてえ。今回 PR する企業様は2回目の登場、昭和西川。創業450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー。
快適な寝心地を追求した無圧マットレスは発売以来多くの人が愛用するロングセラー商品。スタッフさんに登場していただきましょう。山田さん紹介する前にやめてください。やっぱ僕企業の方すぐ名前覚えちゃくちゃって、はい、さっき挨拶された瞬間に覚えました。プラスにはならない。ありがとうございます。山田さん、昭和西川とはどのような企業なんでしょうか。はい、我々寝具メーカーの昭和西川は、皆様により良い朝を迎えていただくために、良質な眠りと健康を提供している、企業でございます。いただいてめっちゃ寝れますもんあれ。さあ今回も皆さんご褒美をかけてマッチバトルをしていただきますが、ご褒美が欲しいんですよ。今回はですね、はい、オーダーメイド枕の、ギフト券を。オーダーメイド枕ギフト券。ギフト券。ギフト券、はい、作れるっていうことですか。店頭であのギフト券。ええー、はい、すごいじゃん。あのお値段は38,000円。これはいただきたいな。太陽だから全力で PR しますさあそれでは、はい、そのオーダーメイド枕券をかけて今日はやっていただきたいと思います。最初はミニチュアリフォーム羽毛布団ふわっと肌掛けチャレンジ。これだ。やろうそれ。なんだそれ。なんだそれがあってはそれなは分かんないと思います。全く分からないと思いますけども。何とかさあ、昭和西川さんでは羽毛のリフォームの工場ができたそうですね。はい、ありがとうございます。羽毛を一回回収して、はい、それをまあふわふわして返すということですか。そうですね。あの山田さんが説明するためにカンペ出したんで、さっき言うのやめてくださいよ。でも山田さんさっきから ずっと甘噛みしてるから。いいんですよ。これはいいんですよ。言ったらいいかなと思って。山田さんに説明していただきたいです。リフォームの工場ができたということです。はい、はい、羽毛はですね、繰り返し使える天然素材でございます。ガッツリ読んでるよ。もういいでしょ別に。ガッツだからね。ガッツリ書いてるガッツね。ガッツかかってないですよそこは。正しくお手入れすることで100年以上使われてる。うわあ。100年。限りある資源を大切にという、持続可能な社会。SDGs と言います。はい、羽毛リフォームということを弊社では行っています。どんだけ軽いかちょっと乗せてやってみます。いや前回バズったショートのやついいですよ。詳しくは見てください。あの人も出てます。こんなに西郷さん、ほんまに見えひんで俺こういうの見たくないから。ほんまやで。え、見えひんでって言ってる。もう乗ってますよ。え、乗ってますよ。もうそちらに乗ってるか分かります。あのね、はい、重さだけで判断するとね、はい、全く分からんのよ。だって今どっちも乗ってないですもん。というわけで、昭和西川さん、まあ、羽毛のリフォームされてるってことなんですけど、うん、ちょっとそのリフォームどれぐらい変わるのかをちょっと見せていただきたいと思います。びっくりするんでこちらに。山田さんが、はい、リフォーム前のお布団、リフォーム後のお布団になってます。全然違う。本当に新品同様に蘇るサービスになってます。これ中入れてるんですか。足し羽毛っていうのは必ずさせていただくんです、これでも昭和西川さんの羽毛じゃないとこれやってもらえないですね。どこのメーカーでも、もう前回のロケで学んだこと初めて聞いたようですけど、足し羽毛っていうのはするんですけど、はい、基本的にお客様のお預かりした羽毛がほとんどなって、ほとんど足さずにこんなにふっくらするんですか。でございます、ね。さあ、というわけで今から羽毛のリフォームにまつわる企画でバトルしていただきます。まず皆さんには羽毛布団をリフォームしたミニチュア羽毛布団を製作していただきます。はい、袋の間にですね羽毛を詰めて作っていただきます。で、完成した羽毛布団を空中に浮かせた状態で運んで5メーター先の人形にかけてあげることができればクリアという、はい、それぐらい軽い、そして浮かすためのお助けアイテムは4つあります、うちはミニ扇風機、ドライヤー、自分の口の4つとなっております。口は結構きついですよね。口はだって生きてるから、ティッシュですら難しいから、ティッシュでも難しいですけど、それを羽毛布団でやっていただきます。それはどうやって選ぶの。それはもう皆さんの取り合いです。取り合いだ。取るだけに分かってます。ありがとうございます。アルジーさん、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、分からなかった。分からなかった理解できてなかった。なんか喜んでないけど全く分からない。なんかアルジーさんだけ喜んでない。恥ずかしいやないか。まず最初行きたいよ。塚本さんは
前回のロケに出てくださった社員さん、そうそうそう、美人社員さんね、そうそう、今日は山田さんなんですよ。山田さん大丈夫です、お願いします。山田さん大丈夫です。チラシラ見てたんですけど、出たでしゃーない顔してたから、ちょっと言ったら。そんなことないわ。出たでしゃーない、はい、塚本さんはガッチャー、この番組のファンで、ありがたい。さっき上で会った時、今日はロケ参加しないですって言ったんですけど、いますいますね、ちゃんと。ありがとうございます。この後、白熱の掛け布団対決。いける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 い
真ん中にございます、羽毛をですねそちらの袋に詰めていただきまして、飛ばしていただくという。なるほど、これ全部有吉さん、あそちら超高級羽毛でございまして、ごめんごめんごめん、その塊で10万円です。10万10万円です。10万円触っちゃった。風が吹いても飛ぶぐらい軽いやつなんで、気をつけて。なるほど、めっちゃ軽いですよねこれ。飛びますよ、はい、これが4人前ってこと？4人分ですよね。あ、でも自由に使って大丈夫、はい、だってこれ少なく入れた方が飛びやすいじゃん。確かに。でもその分コントロールがつかなかったり空気圧とかもあるんで、やっぱ当たる、あの多分いっぱい膨らせる方が飛びやすい。はい、あんま飛んないくださいよ、女みんなで。小明さん、どういう作戦がいいのか探ろうとされてるかもしれませんけど、誰も知らないですすいません、まだね、誰も知らない、正解が誰も分かってない、やったことないから、はい、何これって感じ、うん、だって、このそのそもそもこの意味わかんないもんね全部意味わかんない、全部意味わかんない、うわうわ、ちょ、小明さん、うわうわ、ちょ、小明さん、あんま取ってないな見事に4分の1ぐらい取っていただきます、ちゃんと、ちゃんと優しいな、この人、優しかった、めちゃくちゃ頭いいから KO だろ、本当に KO なんですか？ KO だろ、 KO っぽいですよ、僕のその感じで KO だろ、あ、赤、2000円ぐらい飛んでる、あ、もう取りすぎだった、2000円定食、定食食べても2000円分にはならないですよ。もう何してんすか、ほんま、なんで浮くの、なんで浮くの、波平さん、波平さん、そっとボケを戻さないでください。オッケーオッケー、止めてもらって、よしよし、あんな感じか、これいいよ、こういうことだと思う。俺はトップバッターはね、分かんないですから、どんな感じか。10万だからね、これで、うちわかミニ扇風機かドライヤーか口、4つありますけど、どれ使いますか？これドライヤーかな。ドライヤー、ドライヤー、ドライヤーで、やばい、ずっと出るからね、ドライヤー。確かにね、うん、これあれができ、ミュージカルスターに将来なろうと思ってる女の子の髪の乾かし方ができる。どういうことですか？You are breaking the modern way. You get got the lady. 巻いたことあるわ。巻いてた。巻いてたなんか。小明さん、小明さん、あのモノマネ受けた後にニヤニヤする。そりゃそうだろ、あのオープニングやって。やってくれ早く。見ても無駄だ。やれよ。うせよ。さあでは、小明さんがドライヤーでその羽毛布団を飛ばしていただきまして、こちらの昭和西川さんも全く関係ないキャラクターにかけていただきます。関係ないよ、キャラクターじゃダメだろ、ね、全く関係ないです、ね、で、目ギンギンさんもっと寝てるぬいぐるみなかったんだろ。ないです。ここにふわっと、わあ、これ乗ったらすごいわ、これ気持ちいいよ、この位置から初めて、はい、これ成功したら盛り上がるやつだわ、めちゃくちゃ軽いよこれ、そんなに、なんか言うてくださいよ。なんか面白い、ちょっと何かしら、ちょっと情報ください、何かしら、ちょっとまずあってなったら、これいけます、いけます、いけます、これいけるわ、いけるいける、切り替えてくんだ、じゃあいきましょうか、ケンさん、いくよ、お願いします、頑張れ、落ちてないぞ、今、あ、おーおーおー、乗った乗った乗った、うわ、いけるいける、落ちまけんさん、いけるよ、いけるって、いけ、いけるいける、いけるいけるいける、落ちまけんさん、頑張れ頑張れ、いけるぞ、すげえすげえ、記録は、このくらいです。うわ、このくらい、このくらい、ちょっとバミリーから、そう、このくらいです。距離も一応あんのね。それはあの勝負です。惜しい。でも一回落ち着いてこう、いやー、気持ちいいな。あの時は本当嬉しかった。嬉しいな。気持ちいいでしょ。嬉しかった。めっちゃいいな。あれ気持ちいい。すごいなんか。チャンスだったのに。ビニール袋。はい。
ない今の怖い感じない今のスタッフさんのビニール袋は必ず思い出してください怖い感じ今のおいビニール袋ビニール袋は、はい、めっちゃビニール袋言い方がもう最低でした普段が出たぞちゃんと羽毛ついて羽毛ついて僕でもほんまにちょっとマジで行きたいからマジで行ってくださいマジやった方がいいよだからそれで行くと結構入れてたからねはい、小分けさんかなり入れてた全部入れたこっちだ4分の3ぐらい入ってるかなりもういいんじゃないでもこれぐらいでちょっと僕行かせてくださいそうですよ、ナダ君それ4分の3っていうことは7万5千円相当ですからねうわお助けアイテムはいうちはミニ扇風機、ドライヤー、口どれで行きますか扇風機扇風機でうん、あーいいかもしれないいいかも持ちやすいしなこうやってな日当たりからねああそっかさっき何回もドライヤーに確かにそうですねもうあれは反則です風だけでいいんであれあの当たってないですよギリギリのところで当たってないんでポンポンしたからいや当たってないポンポンしてないからこれはダメですだからちゃんと上に上げてナダル君もその扇風機にその羽毛布団が当たったらその時点で終了としますもうそういうことですかはいうわ軽っうわっすごいいけそうちょっとこれデモンストレーションしてませんかこれダメでしょよくないダメ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 もう最後これは緊張してたわあかんかったかもしれないけどここまでやれるのかバコンやれてますよ一発本番ですかじゃあ行きましょう7回、ね、しゃーよーいスタートシリオンうー冷めるわ冷めるあんだけの羽毛使って何こいつそうですね文字通り冷めましたねすごい冷めた、うん、俺でも1でやってたクソ5でやりたかったあパワー1でやってたあじゃあ5でいくやらせてくださいいいんですか？いいよそれ。いや、それ。いや、俺はさっきそれを選んでドライとセットでセットがいいなと思ってちゃんとそれも選んでやってましたから。わかりました。もうさっきの本もなかったことにしてください。ちょっともっとないから。ずるだろそれは。わかりました。分かってないからもう一回カットしてください。わかりました。何が分かってんそれ。分かってないからもう一回やんだ。ラストです。はい。お願いします。終了。もう早く。はい、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 3人目いきましょう戻せ早くドライヤーはあれはね、一番風量を抑えたの手出せめっちゃ冷めてるからよ態度悪いな一番手出せ手出せ体育会見とか出てましたね、ですよ石川さん、それが良くなかったそれが良くなかったですけどまあ、今負けたボール、やめとけよ暴力はベルも当たってますからそうだ、やめたらいいってやめてくださいほんま、ほんとにあの小脇さんの暴力もほんま引く小脇さん、何してるの何してるの今の小脇さんのとこで落ちてますから笑ってたからその後のマジ蹴りやめてくださいよちょっと切り替えたらさすがにちょっとやられすぎてるんでちょっと僕発散できないんでちょっとやめろもうやめよ喧嘩やめましょうよちょっとやめろって喧嘩やちょっとやめてもうやめろさてこれクエスチョンこの後2人はどうなるでしょうあどうなるやろう正解はこちらにゃーにゃーにゃー正解は猫になるでしたいいですか正解は猫になるくだりほんま何なんですか全く意味が分かれへん猫だろうね猫だろうかじゃないよっしゃー行きましょうよっしゃふくろ、ふくろ、いや、ふくろ、ナダル君、そういう人じゃないでしょ、ナダル君のふくろやめてください、遅い、いや、合わないな、全く合わない、今の RG さんの見て分かりました、改めて、ナダル君のがほんまやし、尾形、ほんまにごめん、うわー、端っこ、なんかすごいやってるよ、そういうことか、リアル掛け布団これ。なるほど。マジでデータ取れた、マジで。リアル掛け布団。抵抗と対策がいけてる。ね、リアル掛け布団やな、マジで。ごめん。言ったよな。尾形、最後、笑いだけよろしくな。
3人目で成功パターンをやるから。いやいや、決めたら俺大爆笑やってありますわ。これがアルディさんやってくれたら、もう完全に4人目やったら、もちろんその4人目で大爆笑やる、大爆笑、成功しなくていいもんね。はい、それでうちわでアルディさん行かれるってことですね。そう、平たくしてうちわで行かしていきます。これはいけそう、意外とうちわいいかも、調節できるから。自分で仰げんねんな、これ。ではアルディさん、お願いします。しょ、終了です。うちわが折れて RG さんのあで終了です。ちょっと、いやこれ残念、惜しいとこまでは行きましょうよ。いやちょっと早いよ。全員この辺なんだよ。これガッツじゃないですよ、RG さん。ここちゃんと持ってできるじゃないですか。これ折れたら終わりなんですか。そのおもちゃ壊した子供みたいな感じで絶対いけるも頼みない。天気悪いな、なんか全部が後味ちょっと今日空気悪いです。空気悪いでしょ、帰るな。俺が帰るわ。ベルゴだ、4番目行くのは誰ですか。ベルゴだ。よし、本当に流れを変えられるのか、オガムさん。正義、サンクー！あ、どうそっちが絶対下向くんや。ちょ、一回やってたよ、ちょこっとだけ。あ、いけそう。これ行きましょう、行きましょう。これ来たわ。さあ、尾形さん、成功みたいです、僕は。では、尾形さん、頑張れ。お願いします。はい、行きます。いけるよ。ちょっと一回安定させます。行きます。いける、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 あ、寝てる、あれ、これ何寝てる、これ、これ、これ、あれ、はい、正解は、正解は猫かい。猫かいじゃないんですよ。むずすぎるってこれ。え、今の、今のもう一回、もう一回いけるんじゃない。今の助けてもらって、助けてもらって、みんなでさ、後ろから助けてもらっていいですか、みんな。全員で、全員で行くんだよ。そう、成功させて、あとサイドに行って、みんな一吹きだけ口いけるって。こう、これやめとこう、もうみんなでやって。カメラこっち来たらフッてやってもらって、みんなで一吹きだけ使える、一つになろう。すいません、今から何やるかだけ決めてもらっていいですか。みんなでこう、俺も、俺もうちは使わせてください。あ、じゃあ俺、じゃあドライヤーで行くと。俺最初見たそれだから。ギスギスしてる。いいだろ、一吹きで。この番組もっといつも楽しいのに。一番良かったの一吹きだ。ということで、最後は全員アイテムを持って協力プレーで成功を狙います。ちょっと下に落ちなきゃいけないから、こうするな、こうするな。行きましょう、お願いします。はいはい、惜しいぞ。はい、行きたい、行きたい、おい、まだまだ、いけいけ、はい、来い、いいよ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 、いけ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 、なぜか最後の一節が尾形さんの腰っていう。何ですかあれ、最後どっちいいんでしょ。もう言ったよ、腰の風圧で最後勝ちました。やったー、やったー、すげえ。ちゃんと全員が今協力しちゃった。やっぱ一節だ。マジでこの二人仲悪くなると思って俺、あ、どうしようかと思ったけど、よかったな、お前。いや、スラムダンクみたいにならないから。そんな誰も感動しないですよ、結局だな。さあ、皆さん、一つ目のゲームが終わりました。一つ目かよ、まだ。次回、昭和西川さんの魅力を音楽で伝える歌企画祭り。どうもありがとう。自分たちの話。登録
高評価お願いします。